やばい、腰抜けます。東方新規ユンホの指ペロシーンに、釘付け家爆池スーツ姿で人気雑誌に11年ぶり登場。東方新規のチャンミン36とユンホ38が2日までに月刊誌東京カレンダー東京カレンダーの公式インスタグラムに登場。同誌に約11年ぶり登場し、爆池スーツ姿を披露した。この日、同アカウントでは、 ハッシュタグ東方新規さん。東彼に約11年ぶりの登場。来年20周年を迎える、東方新規のハッシュタグチャンミンさんと、ハッシュタグユンホさん。東京で最もホットなホテル、東京エディション銀座で行われた、撮影裏ムービーを公開します、と綴り、東方新規が登場する同志10月号の撮影動画を公開。動画では、チャンミンとユンホがスタイリッシュなスーツを着こなしており、 ラグジュアリーホテル、東京エディション銀座でハンバーガーを食べたり、バーカウンターでポーズを決めたりしており、大人の男らしい余裕たっぷりの雰囲気だ。中でも、食事中のユンホが指ペロを見せる貴重なシーンも収められている。東方新規の二人は2000年代初期から日本でも人気を集めており、一時は活動休止期間がありましたが、2010年代からは、 チャンミンさんとユンホさんの二人体制で活動しており、長年ファンから支持されています。荒ーになる二人ですが、前世紀から変わらない端正なビジュアルに大人の男性らしさが加わり、さらに魅力がアップしているようです。女性誌ライター。チャンミンとユンホの爆ケスーツ姿に、ファンからは、ユノは穏やかで大人の余裕を感じますね。チャンミンのポージングはいつも美しくて見惚れちゃう。 ラグジュアリーホテルの二人とっても素敵格好良いと好意的な性が寄せられている。今回の投稿にはカウンターにこんなかっこいい人いてチラッと振り向かれたらやばい。腰抜けます。チャンミン美ュ最高と興奮気味や歓喜の声も上がっている。スーツがよく似合うスタイルの良さが目を引く。チャンミンとユンホの撮影動画にはカウンターにこんなかっこいい人いて。 ちらっと振り向かれたらやばい、腰抜けます、チャンミン美女最高、との反応も。大人の男性ならではの色っぽいオーラ全開。